海上自衛隊。海上自衛隊は、日本の自衛隊のうちの海上部門にあたる組織である。また、官公庁の一つであり、防衛省の特別の機関の集合体である。略称海事、公式の英称は、ジャパンマリタイムセルフ、ディフェンスフォースであるが、無線で呼びかける際には、ジャパンネイビーを名乗ることもある。また他国からもジャパニーズネイビー。 日本海軍の意に相当する語で表現されることがある。海上幕僚幹部並びに統合幕僚長及び海上幕僚長の監督を受ける部隊及び機関からなる。海上幕僚長は最上級者として海上幕僚幹部を統括する。各部隊及び各機関は防衛省の特別の機関である。他国からは海軍とみなされている。 日本の領海など日本列島周辺海域において主に活動する。日本の平和と独立を守り国の安全を保つため直接侵略及び間接侵略に対し日本を防衛することを主たる任務とする。必要に応じ公共の秩序の維持にあたる平時における警察活動は公実するように海上保安庁が担当する。2017年 平成29年3月31日時点、主たる戦力として、護衛艦46隻、合計排水量、約22万5千トン、通常動力型潜水艦17隻、約5万トン、機雷船、艦艇25隻、約2万6千トン、懲戒艦艇6隻、約1トン、輸送艦艇11隻、約2万8千トン、補助艦艇29隻、 約12万5000トン、航空機は、固定翼紹介機73機、P-11 機、P-3C62 機、電子線データ収集機、EP-35 機、画像データ収集機、OP-3C5 機、紹介ヘリコプター87機、SH-60J35 機、SH-60K52 機、総会、輸送ヘリコプター、 mch-1110 基等を保有する。人員は定員45,364人、原因42,136人充足率92.9%である。平成30年度2018度の予算額は約1兆1,433億円基地の数は約31である。海上自衛隊の中核となる自衛艦隊は 艦艇約100隻、航空機、約230機を要する。これらの部隊は、主として、霊下の、護衛艦隊、航空集団、潜水艦隊に所属している。また、総海大軍、情報業務軍、海洋業務、対戦支援軍、開発大軍等の各種霊下部隊を有している。護衛艦隊は、護衛艦8隻により編成される、護衛大軍4個を主力とし、 それに加え、遠海防衛用として配備されている5個、護衛隊及びそれらを支援する部隊により、編成されている。これらの艦艇は、大港基地、青森県、横須賀基地、神奈川県、舞鶴基地、京都府、呉基地、広島県、佐世保基地、長崎県の5基地に配備されている。潜水艦隊は、2個潜水隊群からなり、呉基地と横須賀基地の2基地に、 配備されている。潜水艦の行動は秘密性が高く、作戦行動中は戦争抑止力としても活動している。また、海上自衛隊の対戦線の訓練目標としても行動している。総会大軍は、機雷総会を任務とする。太平洋戦争、大東亜戦争において、日本周辺に日米両軍が布設した機雷や、不発弾、爆弾、 砲弾を戦後に多数処理して、航路警戒と船舶、人命の被害防止に努め、経験、技術の蓄積を得ている。総会部隊が、海上保安庁所属だった朝鮮戦争時には、日本特別総会隊として派遣され、湾岸戦争後のペルシャ湾総会と共に、アメリカ合衆国関係者からその力量を称えられた。また、総会艇部隊は総会大軍以外にも、 各地方大霊下に配備され、海中や海岸で発見される太平洋戦争や朝鮮戦争時に漂着、沈定した機雷や不発弾の処理を行っている。なお、総海大軍は2016年、平成28年7月から、追陸療養作戦支援の任務も付与されている。航空集団は航空自衛隊とは個別に運用されている。 主に哨戒機により広大な日本周辺海域を紹介しており、諸外国の潜水艦、艦艇の領海侵犯、排他的経済水域における日本国の主権の侵害行為に対して、護衛艦などとともに常時警戒態勢を敷いている。固定翼哨戒機部隊として4個航空軍が編成されており、厚木航空基地、神奈川県、八戸航空基地、青森県、鹿屋航空基地、 鹿児島県、那覇航空基地、沖縄県に配備されている。また、回転翼召回機、ヘリコプター部隊は2個航空軍が、立山航空基地、千葉県、大村航空基地、長崎県に配備されており、護衛艦関西ヘリコプター部隊として活動している。捜索救難に従事する部隊としては、飛行艇を岩国航空基地に、救難ヘリコプター部隊を各地に配備している。 その他、航空総会ヘリコプターや輸送機の部隊も属している。冷戦終結以前は、太平洋戦争の教訓により、敵対勢力からの通商破壊活動に対して、脆弱な海洋国家日本の弱点を補完するため、対戦線と対気雷戦の戦術能力の向上を目指していた。対戦線の能力はアメリカに次ぐ、世界第二位の規模と能力を持っており、また、 活動面積に対する待機来戦能力は世界最高水準にあるとされる。海上自衛隊はその特徴の一つに航空海軍としての一面がある。関西ヘリコプターと固定翼哨戒機からなる航空集団は航空部隊の中核となっており、自衛艦隊内におけるその辞任費は航空集団が森艦隊に対し常に過半数となる規模である。 海上自衛隊は多数のヘリコプター搭載護衛艦 DDH を保有し、ヒューガ型護衛艦、出雲型護衛艦は外国のヘリコプター空母と同様な外見の全通行を持つ。このように航空部隊が水上艦隊に対して優越した構成は多数の空母と強襲揚陸艦を有するアメリカ海軍と海上自衛隊だけに見られる特色である。 1998年、平成10年の北朝鮮によるテポドン1号打ち上げを受け始まった日米共同研究を経て弾道ミサイル防衛、BMD システムを導入した。日本の採用した多層防衛システムのうち海上自衛隊はイージスシステムを装備するイージス艦に BMD 対応能力を付加し RIM-161 スタンダードミサイル3 sm-3 射程 1200km を利用する、イジス弾道ミサイル防衛システムを導入している。海上自衛隊では、哨戒機、護衛艦、潜水艦を駆使して、年間24時間体制で、日本周辺海域の小海、パトロール任務を実施している。小海任務で確認した目標は、統合爆料幹部が毎日公表している。範囲は、経済水域と、 防空識別圏を勘案して、海上自衛隊で独自に定めており、大港基地、横須賀基地、佐世保基地、呉基地、舞鶴基地で区域を分担している。紹介任務での捜索、監視の対象目標となるものは、他国の潜水艦や艦艇、海上プラント、石油プラットフォームなど等である。不審な艦艇等の目標を探知したならば、哨戒機をスクランブル発進させ、 また、官邸を緊急執行し、継続的な監視体制に移行する。紹介任務中も数々の訓練想定が、隊員に付与されており、紹介任務中の隊員は訓練と並行して、実目標の探知識別を行っている。紹介任務で探知した情報は、世界の感染朝雲新聞、海上自衛新聞などで公表されており、ロシア、 中国の情報収集官及び海洋調査船に対する監視任務は、ほぼ年間を通じて、常続的に実施されている。日本周辺のチョークポイント、マミヤ海峡、ソウヤ海峡、津軽海,海峡、津島海峡、南西諸島の宮古海峡、バシー海峡などを通峡する諸外国の官邸に対して、特に厳重な監視体制を敷いている。通過した官邸の種類や、 艦隊の規模によっては、報道機関や国民に対して公表することもある。海上自衛隊は自衛隊単独あるいは同盟国、友好国の海軍と共同で軍事演習を行う。次には、日本からはるかに離れた遠洋で行うこともある。日本周辺海域で行われる近隣諸国の軍事演習に対しては、海上自衛隊に継続的な監視任務が指令される。 この場合、航空会社に対しては、国土交通省から、ノータムが出され、民間船舶に対しては、海上保安庁から、航行警報が出される。監視任務中の海事艦艇と航空機は、不足の事態に備えて、高レベルの戦闘配備が加齢されていると言われる。二次的な対象目標として、不審船や遭難船舶の捜索を海上保安庁と協力して、行う。 軍事的目標ではない不審船舶であれば、第一義的には、海上保安庁の担当となるが、海上保安庁の対処能力を超える場合は、海上警備行動が発令され、海上自衛隊が対処することとなる。震度5弱以上の地震や大規模災害が発生したならば、哨戒機が緊急発進する。津波に対する長大な海岸線の 警戒監視任務では、日本国内で最も有効なユニットである。救難飛行隊は、US-2, US-1、US UH-60J を使用して、患者輸送や海難事故の救難のための災害派遣に従事している。2009年、平成21年4月以降、ソマリア沖の海賊対策において、航行する日本の商船の護衛任務を行っている。 派遣当初は、海上警備行動及び警察官職務執行法を順用していたが、同年7月24日以降、海賊行為の処罰及び、海賊行為への対処に関する法律に切り替えて、活動を継続している。海上保安庁は、海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする国土交通省、旧運輸省の機関、外局であり、主に海難救助。 交通安全、防災及び環境保全、治安維持が任務の内訳となるが、それ以外にも海洋検疫、領海警備や海洋調査も任務としている。一方、国外の官邸に対応する任務は行政上別系統である防衛省の特別の機関である海上自衛隊担当しており、船舶に対する任務を海上保安庁が担う。海上自衛隊は、 防衛大臣による海上警備行動の発令によって、初めて洋上の警備行動が取れる。海上保安庁は、第二次世界大戦敗戦後、高等商船学校出身の旧海軍予備士官が中心となり、1948年、昭和23年5月設立された。これに対し、海上自衛隊の前身、海上警備隊は、海軍兵学校を卒業し、 旧海軍の正騎士官、海軍将校が中心となり、海上保安庁内に1952年、昭和27年4月に設置された。高等商船学校生は、卒業時に海軍予備将尉または海軍予備機関将尉に任官され、戦時に召集されると、海防官の艦長、特設艦艇の艦長、艇長、あるいはそれらの艦艇の機関長等として、戦団護衛。 沿岸警備の第一線で活躍したほか、乗り組んでいた商船が船ごと軍に徴用されて、危険海域の物資、兵員輸送業務に従事するなど、予備士官といえども、海軍兵学校出身の正規士官に負けない、働きをた。しかし、優秀なエキスパートであっても、予備士官は、将校とはされず、有事の際には指揮権継承の優先権を、軍令商業令に基づいて、将校たる、 正規士官より解雇された。太平洋戦争、大東亜戦争では、高等商船学校出身者の戦士率が、海軍兵学校出身者よりも高く、これが後に至るまで海上保安庁、高等商船学校出身者と、海上自衛隊、海軍兵学校出身者の関係に根を残した。1999年、平成11年に、 能登半島沖不審船事件が発生し、事態が海上保安庁の能力を超えているとして、海上自衛隊に初の海上警備行動が発動された。この時の反省を受け事件後に、海上保安庁と海上自衛隊との間で不審船対策についての共同対処マニュアルが策定され、長らく続いてきた両者間の疎遠な関係を改善するきっかけとなり、 情報連絡体制の強化や、両機関合同の訓練が行われるようになった。同時に、会場警備行動発令下の炉エ行動基準、とりわけ武器の使用に関する隊員教育が行われるようになっている。会場警備行動は、会場自衛官の制服を着た、会場保安官としての行動であり、警察官職務執行法に準じた行動が求められるためである。ただし、 自衛隊法第80条には、内閣総理大臣は、第76条第1項または、第78条第1項の規定による、自衛隊の全部または一部に対する出動命令があった場合において、特別の必要があると認めるときは、海上保安庁の全部または一部を、その統制下に入れることができる。第1項、内閣総理大臣は、前項の規定により、 海上保安庁の全部または一部をその統制下に入れた場合には、政令で定めるところにより、長官にこれを指揮させるものとする。第二項との規定があり、有事の際には、海上保安庁の指揮権を一時的に防衛大臣に委ねることができる旨を定めている。しかし、自衛隊法第80条に基づく、海上自衛隊官邸と海上保安庁船舶の統一運用は、 式命令系統が全く別であること、これを調整する諸規定が定められていないこと、鮮明慣例で同一のものが少なからず存在すること等から不十分な状態にある。また、海上保安庁法第25条は、この法律のいかなる規定も、海上保安庁またはその職員が軍隊として組織され、訓練され、または、 軍隊の機能を営むことを認めるものとこれを解釈してはならない。と、海上保安庁を非軍事組織として強く定義している。この点が、準軍事組織である、コーストガード、アメリカ沿岸警備隊などとの大きな違いである。海上保安庁では、固定翼の練習機を配備していないため、操縦士の初等教育は、海上自衛隊に委託されている。1960年、 昭和35年、国内での多くの反対を受けつつも成立した日米安保、新安保体制は成立五連戦下におけるソ連の脅威に対して抑止力として機能し、同国の崩壊により結果として冷戦は日米を含む資本主義、自由民主主義陣営の勝利に終わった。この間、日米両国は1978年、昭和53年、 日本有事を想定したガイドラインを制定。冷戦後においても、湾岸戦争に引き続く、ペルシャアへの総会部隊の派遣、新ガイドライン、周辺自体法、平和安全法制等、日米同盟関係は段階的に発展を続けている。海上自衛隊も、日本国憲法第9条との整合性という、問題を抱えつつも、対戦水管作戦、常続的監視、 弾道ミサイル防衛能力等を活かし、また、統合運用による進展も経て、北朝鮮のミサイル対処など、日本の周辺地域で想定される有事に限定的ながらも、日米相互に補完する体制を構築してきた。1996年、平成8年の共同声明では同盟の意義を、アジア太平洋地域平和と繁栄と再定義をして、現在に至っている。また、 2001年、平成13年9月11日の、米国同時多発テロ以降、日本はこれまでの国際環境の変化に応じて、自衛隊インド洋派遣、ソマリア沖海賊の対策部隊派遣等、国際貢献に対して、積極的な取り組みを実施している。日米同盟はこれらの国際的活動においても、日本の外交的側面、または自衛隊活動の運用、情報、 ロジスティック面等について活動を支えている。今日の日米同盟はこのように日本の防衛、地域の安定、国際社会における外交、安全保障施策の基盤という主に三つの側面においてその機能を有する。太平洋戦争において大日本帝国海軍はアメリカ海軍との激戦でほぼ壊滅し組織としても解体された。戦後は 機雷処理と東西冷戦の激化により、日本はアメリカを主体とする連合国軍、最高司令総司令部、GHQ の理解を得て、アメリカ海軍から艦艇を対応、供与されて、タコマ級フリゲートクス型護衛艦など、海事の前身である海上警備隊、警備隊を設置した。以降、海上自衛隊とアメリカ海軍とは良好な関係にあり、陸時、空時と比較して、 自衛隊の三軍種の中でも、極めて日米の相互運用性が高い。日米共同の対戦特別訓練は1958年、昭和33年に始まった。また、米国派遣訓練は1963年、昭和38年に、潜水艦派遣が行われたのが最初である。さらに、1980年、昭和55年以降は艦隊平洋合同。 演習にも参加している。湾岸戦争後の自衛隊ペルシャ湾派遣に始まり、自然災害や PKO 派遣等による海外派遣の輸送の用として活動している。米軍のアフガニスタ攻撃の際は、海上での米軍支援のため、インド用に自衛隊の大型補給艦を派遣した自衛隊インド用派遣参照。また、2009年、平成21年により、 ソマリア沖アデン湾にて、ジブチ共和国を活動拠点としたソマリア沖の海賊対処活動、ソマリア沖海賊の対策部隊派遣参照を実施している。海上自衛隊は各国海軍との防衛交流を積極的に推進している。1980年、昭和55年以降は、米海軍主催でハワイ付近で実施されている。 他国軍事演習である艦隊兵用合同演習、リンパックに参加している。海上自衛隊が日本海域で実施する艦艦式に合わせて外国艦艇が来航するほか外国の艦艦式に艦艇を派遣する。ロシア海軍300周年記念艦艦式に参加するため、1996年、平成8年7月には71年ぶりに海上自衛隊の艦船が ウラジオストク港へ派遣された。また、これに対して、ロシア側も1997年、平成9年6月203年ぶりに、ロシア軍艦、ウラジーミルのグラードフが、東京港に来港した。2006年、平成18年10月3日から5日まで、第6回アジア太平洋潜水艦会議、アプスック2006を、初めて海上自衛隊が主催した。この会議には、 ゴー・カ・ナ中、コロンビア、フツシル印、インドネシア、マレーシア、パキスタン、ハン、ロ、シンガポール、タイ、エー、米の16カ国海軍が参加した。同会議は2001年、平成13年から毎年開催されている。こうした交流は政治問題の影響を受けることもある。韓国は2018年10月11日に、 最終等期で予定する観艦式に招待した海上自衛隊に自衛艦機、曲実機を下ろすよう要求。防衛省はこれを拒否して10月5日に参加中止を発表した。全般を統括する海上幕僚幹部のもと以下の主な部隊、機関がある。海上幕僚長の指揮監督を受ける自衛隊病院。海上自衛隊は 陸空自衛隊と同じ階級性を用いており、陸空とは、階級名に、海が入ることだけが異なる。最下級は二等階士であり、最高位の階層まで十六階級となっている。また、階級章は、陸空がほぼ同等の形状であるのに対し、特に幹部においては袖状が基本となっている等、全く別の系統となっている。人員は、海上警備隊の定員が、 約6000名であったのに対し、逐次増員され、2017年時点で定員45,364名、充足率92.9%となっている。幹部教育については、防衛大学校及び幹部学校を中心に行われている。また、航空学生制度により操縦士と戦術航空士の独自要請を行っている。平成23年度時点、 幹部学校等に、太陽国、シンガポール、オーストラリア、韓国各1名、インド2名の全6名を受け入れている。海上自衛隊では、特技、特定技能の制度がある。これらの十課教育は、十課学校等で行われる。これらを含めて、約50種類ある。1945年、昭和20年9月2日の第二次、世界大戦における、 日本の降伏に伴って、陸海軍、日本軍は、武装解除、解体された。終戦直後より、海軍大臣、与内光正は解体される海軍の再建を、軍務局長、星名志郎に託していた。海軍省内の終戦処理の会議の中で、海軍再建の意見が出され、翌年1月には再建研究を行うことを申し合わせる。その中には、 軍務局第三課長だった吉田映造もいた。旧海軍においては、軍令部門である軍令部は解体され、軍政部門である海軍省も、福音、航路警戒などの一部業務を引き継いだ第二副院省に縮小改編された。さらに副院の進展に伴って、翌1946年、昭和21年には、第一副院省、陸軍省と統合され、 内閣の外局たる副委員長、後には厚生省の一部局第二副委員局となった。一方、第二次世界大戦中に付設された日米両軍の嫌いに対する航路警戒の必要から非武装化された日本政府においても、旧海軍から引き継がれた総海部隊がその任に当たっていた。その後、旧海軍の消滅に伴う洋上治安の悪化が、 深刻化したことから、1946年、昭和21年には、旧海軍由来の総海部隊も取り込む形で、運輸省参加の法執行機関として、海上保安庁が設置された。ただし、創設当時は、武装した海上保安機構に対する極東委員会での反発を考慮した GHQ 民政局の指示を受け、巡視船が軍事用ではないと明示するため、排水量、 武装、速力に厳しい制限が課されていた。1948年、昭和23年1月から厚生省の所管となった第二福音局で吉田栄三ら3人は密かに軍備再建の研究に当たる。1950年、昭和25年10月、アメリカ極東海軍により、フリゲート、PF 対応に関わる非公式の打診を受けて野村義三郎、 元海軍大将、元外務大臣、元中米大使、星名善史郎及び、第二福音局の吉田ら元海軍軍人を中心に、海軍最高の研究は本格化する。しかし、日本政府要人からは、海軍再建の良い反応は得られなかったため、研究グループの交渉対象は、アメリカ政府に移っていった。野村はその立場を生かし、アーレーバーク米い。 海軍少将らと信頼関係を築いていった。1951年、昭和26年1月の、講和全県大使ジョン・フォスター・ダレス来日を機に、同年2月頃から、研究グループ、野村・バーグ GHQ らによる海軍再建の話し合いが進むようになる。日本政府や米国務省にも、交渉の経緯は伝えられた。同年4月には研究グループによって、 新海軍の母体組織の制度的枠組みを示した特殊研究資料が作られる。この資料は、ワイン委員会における海上警備隊創設の基礎案となった。1951年、昭和26年10月19日、吉田茂内閣総理大臣と連合国軍、最高司令官、スキャブ、マシューリー自衛大将の会談において、フリゲート、PF-18 隻、 上陸支援艇、LSSL50 隻を対応するとの提案が正式になされ、吉田首相はこれをその場で承諾した。そしてこれらの選定受け入れと運用体制確立のため、内閣直属の秘密組織として Y 委員会が設置されて検討に当たった。Y 委員会の委員は、旧海軍軍人と海上保安庁職員より選任されており、また、アメリカ側とも密に連携していた。 Y 委員会での検討の結果、これらの官邸は他の巡視船艇とは別個に海上保安庁内に設置される専用の部局で集中運用されることとなり、サンフランシスコ平和条約発行直前である1952年、昭和27年4月26日、海上警備隊が設置された。同年8月1日、総理府の外局として保安庁が創設された。 海上警備隊と航路警戒本部、総会部隊は、警備隊として統合の上で、海上保安庁から分離され、警察予備隊と共に、保安庁の参加に入った。そして1954年、昭和29年7月、保安庁が防衛庁に移行すると共に、警備隊も、海上自衛隊に発展改編された。この過程で、旧海軍の港湾施設、航空基地等は、 そのまま海上自衛隊が引き継ぐことになった。中でも、護衛艦、若葉は、旧海軍の駆逐艦、梨をそのまま海上自衛隊の護衛艦として利用し、旧海軍の伝統を継承する象徴となった。海上自衛隊を管理する、行政機関である防衛庁は、2007年、平成19年1月9日に防衛省へ、昇格した。陸上自衛隊とは異なり、 旧帝国海軍の伝統と文化を重んじる傾向にある。また、イギリス海軍の影響を受けた旧海軍の元士官、海軍兵学校、海軍機関学校出身者たちがアメリカ海軍関係者の支援を取り付けて海軍再建を主導したことにより、三つの海軍の伝統が混在している。現在では旧海軍の標語でもある、スマートで目先が効いて、 基調面、負けじ魂、これぞ、船乗りとスマートネイビーを標榜し、幹部候補生学校ではシーマンシップに基づいた、機敏、スマート、着実、ステディ、静粛、サイレントの 3S 精神の体得を掲げている。これは、古今東西海軍艦艇が外国を訪問することによって、外交関係の親善を深める役割をも担ってきたこと由来する。自衛隊の中では、 海上自衛隊の未承人幹部を海外に出して、見聞を広めさせている、練習艦隊。海上自衛隊の敬礼は、陸空と違い、狭い艦艇内で行われることを想定し、右肘上腕部を右斜め前約45度に出して、肘を張らない特徴がある。狭い艦艇内で肘を張ると、すれ違い敬礼の交換の際に、相手とぶつかってしまうため。しかし、場合により、 陸空と同様の肘を大きく張った敬礼が行われることもある。旧海軍の軍艦機と全く同一の衣装を自衛艦機の衣装として改めて採用し、日露戦争の日本海海戦を記念して制定された戦前の海軍記念日5月27日のイベント開催5分前精神の徹底や信号ラッパによる総員を起こし、出航時の暴風れ週末に 海軍カレーを食べる習慣など、多くの文化を旧海軍から継承しており、その独特の気風を揶揄し、伝統牧師ゆえがドクソンも言われる。旧海軍は飲酒に寛容なイギリス海軍に習い、士官にはウィスキー、大日本果汁製を併卒には下級品として、日本酒などを支給していた。海上自衛隊は、館内での飲酒を禁止していたアメリカ海軍の影響で、 全面禁止となり、配給も中止されたジョセファス・ダニエルズを参照。このほか、陸空では使用されない士官の子も幹部自衛官のほかに法令上も用いられている士官自衛隊参照。教育隊において水泳教育を徹底しており、全く泳げない者にも専用の訓練メニューを用意しほぼ全員が泳げるようにしている。 航空自衛隊とは個別に海軍航空隊に相当する航空集団が存在し、航空学生制度により操縦士と戦術航空士を独自に養成している。旧海軍航空隊では旧陸軍航空部隊や航空母艦とは別に多数の陸上基地と陸上航空機を運用していた。海上自衛隊は航空基地の一部を引き継いでいるが、 主な任務を海洋哨戒と捜索救難、対潜水艦攻撃としており、戦闘機や攻撃機、爆撃機は運用していない。空対艦ミサイルは航空自衛隊が装備している。また、固定翼機を運用する航空母艦も保有しておらず、艦載機はすべてヘリコプターである。イギリス軍では陸上基地の固定翼哨戒機を空軍が運用しており、 第二次世界大戦後に空軍を創設した英連邦諸国でもこれに習うことが多いが、海上自衛隊では独自運用とするなど、アメリカ海軍の影響が強い。導入している機種は、哨戒機、救難機、輸送機、練習機のほか、護衛艦の訓練支援のために、標的栄光等を行う訓練支援機がある。世界的にも珍しく捜索救難専用の、 飛行艇を配備している。旧海軍は上陸作戦や陸戦ができる有力な海軍陸戦隊を保有していた。諸外国では現在も海兵隊に相当する部隊が海軍所属になっている例、中国人民解放軍海軍陸戦隊、ロシア海軍不評などがある。海上自衛隊は特別警備隊という特殊部隊を有するものの海兵隊に相当する。 水陸機動団は陸上自衛隊の所属である。また12式地対艦誘導団など自衛隊の地対艦ミサイルは陸自が運用している。海上自衛隊で使われる信号ラッパのラッパフは一部を除いて旧海軍のものをそのまま使用しており、君が世のラッパフが陸海それぞれ別にあるという変則状態となっている。海上自衛隊では 陸空と同じく独自の音楽隊を編成しており、一般的な軍楽隊と同じく水奏楽に重点が置かれているものの、ピアノ奏者を技術階層として受け入れたり、声楽枠による採用を実施する三宅ゆかりなど、多様化が進んでいる。儀礼曲として、関越式や遠洋公会への出航などの際には、軍艦行進曲が、早々の祭りには命を捨ててなど、 旧海軍の曲がそのまま制定されている。自衛隊発足後に制定された儀礼曲には海の先、森などがある。大化に準じた更新曲として海上警備隊の発足当初から歌われていた更新歌海を行くがあったものの本来大化として制定された曲ではなかったことや歌詞が時代に合わなくなったことから発足50周年となる2002年。 平成14年にメロディは変えず、歌詞を公募したものに変更した曲を正式な対価として制定し、入隊式などで歌われる曲として位置づけられた。海外派遣の際には、見送りの曲として、アニメ作品、宇宙戦艦ヤマトのオープニングテーマが音楽隊により演奏される。護衛艦や潜水艦の建造は、ジャパンマリンユナイテッド、源流は、日本航艦、 IHI、日立造船等、三菱重工業、川崎重工業などで行われる。いずれも戦前から旧海軍艦艇を建造した経験を持つ企業、及びその後ろ身である。旧海軍の97式飛行艇や2式飛行艇を製造し、飛行艇については世界随一の技術を有していた川西航空機は戦後に新名和工業となり、 戦前からの技術を受け継いで、誘拐 XS、PS-1、US-1、改良型の US-1A、現行の US-2 と、途切れることなく飛行艇の開発、製造を続けている。海上自衛隊、創設50周年式典では、石川徹海上幕僚長が式辞で、我々は、今後とも海軍の良き伝統を、日本の財産として、 堂々と継承してまいります。と発言している。また、旧海軍の慰霊祭に海上自衛官が参列したり、音楽隊の派遣を実施したりすることもある。日露戦争で日本が対象した日本海海戦の期間で発足前に横須賀港に係留されて記念館となっていた三笠は海上自衛隊の展示施設となっている。 携帯電話の電波が届かない洋上でも、水上管定の乗組員が私有の携帯電話を使って家族らと電子メールできるよう、管内通信環境の整備に乗り出したと、読売新聞が2018年9月28日夕刊、社会で報じた。少子化の中で志願者を減らさないことが背景にある。メッセージを無線 LAN 経由で管理サーバーに一旦集約することで、 鑑定の位置や活動内容についての記述があれば送信を止めする。鑑定の行動が漏えいする懸念から、これまで外部との連絡は共用パソコンに限定されていた。潜水艦については従来通り、出航後の外部との指摘通信は禁止される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。